皆さんこんにちは、環境部下水道課業務係長の曽根です。どうぞよろしくお願いします。私は平成15年に電気職として経験者枠で採用されました。民間企業からの転職となります。所属は営前課で、今増田の方から説明あった通り内容なんですが、担当は電気でした。電気の仕事はなんとなく地味で、建築の補助的なイメージがあるのは否めません。しかしやりがいはめちゃくちゃにあります。どんなに立派な建物があっても、電気がなければ建物は暗いまま。スピーカーだってなりません。エアコンはただの箱です。そしてもちろんコンセントも使えません。電気が建物を彩っているのです。そんな重要な電気の新米職員に最初に与えられた仕事は、小学校の階段に階段昇降機を取り付けるというものでした。皆さん階段昇降機って分かりますでしょうか。車椅子の児童が階段を上り下りするときに使うものです。決して目立ちませんが、必要不可欠なもので大切なものです。他にも大きな災害の時に大切な役割を果たす行政無線も担当しました。自分が作ったものが市民の役に立ち、そして市内にずっと残っていく、こんなにやりがいのある仕事はなかなかありません。幸運にも私は10年間この幸せな仕事を続けることができました。経験することができました。そして現在下水道課に所属しています。下水道は皆さんの生活に密接に関係していて、なくてはならないものです。近年頻発している都市型水害などを軽減するためにも、なくてはならないものとなっています。現在は係長としてなかなか現場に出ることはできなくなってきていますが、それでも毎日充実しています。ところで皆さんは公務員についてどのような印象をお持ちでしょうか。縦割り、融通が利かない、仕事が楽、定時に帰れるなどなど、実は私も公務員になる前はそのような印象を少なからず持っていました。しかし実際に公務員になって働いてみると、そこには全く違う世界がありました。せっかく職員になって、これからという時に自分が考えていた世界と違ったなどと言って辞めてしまっては実にもったいない、残念なことです。ぜひ今日この説明会を最大限に利用して、幻想してやりがいを感じ取り、そして採用試験に臨んでください。ご縁があったら共に働きましょう。曽根さん、ありがとうございます。